ホリンウッドは、イギリス海軍の早々期の装甲艦で、関係的に低艦減に巨峰を持つブレストワーク、モニターの警符である。本艦は、仮想的国フランス海軍が増強し続ける、装甲艦税への対抗艦として3 0 5センチメートル方を搭載された艦である。本艦は、フランス海軍の3 4センチメートル方を持つ装甲艦、アミラル・ディプレに対抗すべく建造計画が、 立ち上げられたアドミラルグループの初期の艦として設計、建造をされた。基本設計はドレッドノートと同一であるが、手法は砲塔形式ではなく、露天に置かれて防御はなかった。本型の武装と走行配置を示した図。砲塔の後部が尖っているのは溶断刀と装填機構があるため、船体形状は全球に引き続き、 関元の低い平ら板型船体となっている。水面から垂直に切り立った艦首水面下に昇格を持ち、平坦な乾種甲板上に3 0 5トルライフル砲を連装砲画に据えた2 9 2トル装甲を張り合わせたバーベットが一機、その背後にから上部構造物が始まり、全部に司令塔の上に両脇に 船橋を持つ操舵環境の背後に直列に並んだ日本煙突とミリタリーマスト1本が立つ。ミリタリーマストとはマストの上部あるいは中段に警防御の見張り台を配置し、そこに 37mm から 47mm クラスの機関砲を配置したものである。これは水雷艇による奇襲攻撃を迎撃するために遠くまで見回せる高所に、 大水雷撃退用の速射砲あるいは機関砲を置いたのが始まりである。形状の違いはあれど、この時代の列強各国の大型艦の多くに見られたマストの形態であった。本艦のミリタリーマストは簡素な短脚式で長部と、中段の2段の見張り台が設けられており、4.7センチメートル単装砲を配置した。構造物の上はキセル型の通風塔が立ち並び、 その外側は関西艇置き場となっていた。関西艇はミリタリーマストを基部とするクレーン1機と2本1組のボートダビットが片弦3組ずつ計6組により運用された。上部構造物の側面は厚さ 152mm の鉄板が張られ、小舟の原則砲のように複砲の砲角となっており、管内に 15.2cm 速射砲が単素砲がで、 片弦3機ずつ、計6機を搭載していた。ミリタリーマストの下に、後部見張り所で、上部構造物は終了し、後部甲板上に、後ろ向きで2番手法のバーベット1機が配置された。本館の原則のケースメイトには、原則ケースメイト配置した。本館の手法は、新設計の1885年型マーク I30.5cm5 層、式ライフル砲を採用し、 呂方塔に収めた。その性能は3 2 4ラムの砲弾を最大行十12.5度で8 6 0 0ルまで届かせられ、射距離9 1 4 0ルで厚さ5 2 0トルの鉄板を貫通できる性能であった。この砲を新設計の連装砲がに据え付けた。砲身は砲がに直接固定され、砲身と砲がを 丸ごと水圧駆動のアクチュエーターで上下させる形式であった。方針の不行能力は、行十12.5度、深く3度で、装填時は方針を、目いっぱい行角をかけて褒美を下げて、装填機に近づけてから、ダマーで方針内に、砲弾や装薬を装填した。砲画の旋回角度は、単体守備線方向を0度として、左右120度の旋回角度を持ち、方針の不行、 砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に蒸気ポンプによる水圧で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は2から3分間に一発であった。砲塔のバーベットは、髪型から見て、洋なし形状の奥に向けて尖った、楕円筒となっているのは、奥部に砲弾の装填機構や、弾薬庫から砲弾を輸送する溶弾筒が砲塔と別個に備わっているためである。 すでに、フランス海軍の主力艦では現代と同様に内部に、溶弾灯などの機構を内蔵するものが、実用化されているのだが、この頃のイギリス海軍の砲塔旋回機構は、構造が複雑であったために別個に設けられたためで、ある。副砲は、マーク I15.2cm ライフル砲を採用した。これを原則ケースメート配置で、単装砲画で、片元三基ずつ、 計6機を配置した。他に、耐水雷艇迎撃用に、フランスのオチキス射精オチキス4.7センチメートル気砲を採用し、単装砲画で12機を装備した。その他に、対艦攻撃用に45.7センチメートル、水上魚雷発射艦を単装で4機装備した。ありがとうございます。